それでは、徳武さん、どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。恒例となりました、大岩スポーツの、スキーセミナーということで、早期受注会に合わせた、各メーカーさんのね、デモンストレーターがゲストに来ていただいて、毎回開催しているんですけども、この度、コロナの影響によって、なかなかお店にこう皆さん集まっていただいて、直接お客さんの前で話すことができないという状況ですので、こういった形でリモートの、セミナーを開催させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。徳田さん、近況報告は何かありますか？コロナの影響でかなり自粛生活されてたと思うんですが、いかがだったでしょうか？そうですね。例年であればですね、ゴールデンウィークまでは志賀高原でレッスン活動、それからは神楽、今の時期だったら合算ですか。に行って、レッスン活動してるところなんですが、コロナの影響ということで、4月も半ばよりちょっと前ぐらいからはもう完全にもう、自粛ということで、2ヶ月間スキー履いてないですね。4月の中旬ぐらいまではでも滑ってたんですか？いや、もう滑ってたというより、ちょっと仕事があって1日だけ滑ったぐらいなんで、もうほぼほぼ4月頭から滑ってないです。雪はありましたか？そっちの長野県の方は。今年小雪ってね、どこも言われてたと思うんですが、志賀高原の方も、これだともうゴールデンウィークは余裕で持たないなーなんて言われてたんですけれども、去年と一緒で3月4月の状況がですね、冷えて結構雪も降ったってことで、逆にすごくいい状態で、ゴールデンウィークまで雪がもうたっぷりある状態で、この間渋峠とか横手山で、は、6月1日まで営業おお、6し月ます。まで。例年以上4に頑張って。月のあれでしょ、中旬から雨になったり、雪になったり、晴れの日もあったけど、結構雪降ったりしてね、しました。雪持ちましたよね。そうなんですよ。なので、非常にもったいないというか残念な、シーズンになっちゃったなっていう印象ですね。なるほど。そして、3月のね、全日本スキー技術選手権っていうものも、残念ながら今年は中止ということになったんですけども、現地には行かれたんですか？もう結構合宿から、大阪の合宿が直前にあるんですけど、それに入ろうって思ってた時に中止の連絡が来たので、僕はもうほぼほぼ地元にいました。あ、そうなんですね。事前に移動合宿なんかはやってたんですか？はやってました。スキーのテストなんかも含めて。スキーのテストはもう直前はもうスキーテストはなしなんですけど、でもスキーテストはもうずっと継続してやってましたね。なるほどね。小笠原スキーといえばね、いろんなスキー、どん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 もう素早く出してこれますからね。皆さん、そのコンディションに合った板をチョイスできると思うんですが、今回、技術戦に合わせて、主にどの板をチョイスしようとしたんですかね。小笠原は今年、テクニカルコンペティションっていうラインがですね、今年じゃないんですけども、数年経つんですが、TC っていうところのラインナップから、ロング用の LK と、LKTC。SK ですね。っていう2機種を選んで、甲信越予選、ぐらいからもう履いて調整はしてたんですけれども、それで全日本も行こうとしてましたね。レギュレーションは2台ですよね、技術で。今更聞きますけそうです。ど。長さは何センチですか？小回り、小回り。去年までロングターンは187センチだったんですが、ちょっとコンパクトな感じで、走りを出したいっていうところから、ちょっと会社の方にも説明して、182センチをお願いして、5センチ短くして履くように今年はしました。なるほど。ロングのスキーのサイズ設定は皆さんどの辺なんですか？ 80、182と187とか、およそ
男子は2機種ですかね。そうですね。187が、もう男子はメインです。あ、男子はメイン。はい。で、女子は182ですね。女子は182。はい。で、男子の中でも、その、まあ、自分の癖といいますか、まあ、どういったものを表現したいかによって、まあ、182も選ぶ、まあ、選んでもいいよ、みたいな、はい、形にしてましたね。なるほど。はい。そうすると、187とかっていうのは、GS とか、競技用にも、あれですか、使える板なんですか？競技用とはちょっと長さの設定が少し違うんですよ、区切りが。ああ、なるほど。はい、TC の場合はですね、82とか87の5センチ区切りなんですけれども、だからその下でいくと177、72とかになってくるんですね。うん。それがトライアンの場合には、まあその区切りがいい180とか、85、90、あ、93になってたかな？ 93 とかもあったか。あ、GS の方ね。GS の、あれどうだったかな？確かね、女子とあれで違ったかもしれませんが、そんな印象があります。ごめんなさい、間違ってたら。いえいえ、見てください。今一緒になりましたね。ごめんなさい。僕、はい、勘違いでした。193、188あります。だけど、ちょっと違いますね。僕たち187とかなんで。なるほど。それはもう技術戦の大回りをっていうことでもう作られてるわけですね。TC はそう、あ、やっぱりあれです。ごめんなさい。トライアンでも、その一番上の、要は、フィスレースとか、うん、選手とかの長さの区切りは、今見たんですけど、193、188とかなんですけど、はいはい。一個、下のモデルというか、GSM、マスターズとか、そういうものになると、185センチとか、180センチの区切りでした。ごめんなさい。なるほど。はい。じゃあ、徳武さんたちは、ほぼほぼその、まあ、技術専用に開発されたロングタイム用の板であると。はい、それが、まあ、TC、はい、ここには TC というモデルなんですね。そうですね。はい。一般的には、一般的っていうのは、その、まあ、テクニカルクラウンとか持っている人、は何センチぐらいがベストなんですか、はい、ロングターンに適したサイズ。そうですね。テクニカルクラウンって、まあそのスキー場だったりとかで結構違うじゃないですか。うんうん、まあ。違っちゃいけないんですけど、まあなかなかね、一緒にできないってのもあるので、距離とか、その幅ですか、コース幅っていうのを考えると、ロングターンに関しては、180台は基本僕いらないと思ってます。なるほど。はい。なので、こう、例えば TC のロングターン系でもですね、177センチってのがあるんですよ。一般的には177。はい。あとは、小笠がってミドル系の板も。はい。あ、ミドル系の板も。はあ、はあ、はい。TCMK ってやつですね。ここにはないですか、今。ああ、なるほど。はい。完全に、はい、色で分けられてるんですけど、緑色のやつです。あ、緑色のやつが、はい、ミドルターン用として用意してあると。用意してあるんですけど、これも一番長いので177センチなので、はいはい。結構、テククラの挑戦してる方見てると、ミドル系、ロングの時にミドル系を使ってる方多いと思います。なるほど。結構万能的な板なんですね、これはね。そうです。はい。ああ、なるほど。こういったものが、まあ、有効であると。はい。はい。じゃあ、続いて、ショート系に関しては、長さは何センチぐらいになりますか？まあ、基本は男性であれば、私たちも履いてる165センチがベースになると思います。165で、これ、コブも行く。はい、いきます。いきますね。はい。結構きついですか、まあ、小回り専用の板でコブなんか行くと。やっぱり、張りがあるので、まあ、リバウンドと言いますか、この反発が結構強いので、その処理が結構難しいってのはあると思います。なるほど。はい。でも、小回りの精度としては非常に高く滑れるということですね。そうですね。はい。
なので、まあ僕たちみたいな、ある程度のところでこう全日本とかで戦ってるとスピード域が求められてくるので、うん、どうしてもコブの中でもスキーを縦に入れていかなきゃいけないとかですね、なってくると、やっぱり反発がすごく、こう来て体に良くないので、うん、年も年なので、まあある程度。体鍛えてるから大丈夫でしょ。いやいやいや。それを考えながら、ライン取りですとか、考えては十分、はい、使えるのかなと思うんですけれども、テクニカル、逆にテクニカルクラウンみたいな方は、まあ、あんまりこう飛ばしていくと結構ハードな、感じなので、ちょっと難しくなっちゃうのかなってのは正直なところあります。なるほど。それに代わる何かモデルはあるんでしょうか？そうですね。まあ、おすすめしてるのは、やっぱりケオッズとか。ケオッズ？うん、やっぱケオッズですね。なるほど。はい、小笠原といえばもう昔からケオッズって、代名詞じゃないですけれども、はい。うん、そういうところの位置づけになってるスキーなんですけれども、今年新しいラインナップとしてですね、ケオッズの KSXX っていう、はい。ところとかが、まあ、これはオールラウンドスキーで出てるんですが、あとは KSSA っていう、KSSA、はい、ものも多分後ろにあるんじゃないですかね。はい、はい、赤いスキーなんですけれども、はい、赤黒があるんですね。はい、それですね、はい。あるんですが、そこら辺がすごくおすすめかなと思います。なるほど。これは万能。一般的には非常に万能。今、アワンさん持っていただいた KSSA は、はい。さっき僕が KSXX って言ったんですけど、はいはい、XX よりも、ちょっとサイドカーブがあるので、はい。どちらかというと、ショートターンとか、小回り系がしやすいスキーだと思います。SA は。SA はですね、これ、黒いの。はい。あ、これもそうですね。はい。で、XX ってのは多分ここに今ラインナップとしてないかなと思うんですが、はい、今年新しいスキーとしてオールラウンド用で、はい、出ているので、そっちはね、はい、結構今年しっかりめに作っているので、結構硬いです。なるほど。はい。なので、どちらかというと1台で、ハイスピードとか、はい。いろんなところに挑戦したいような方、はすごく向いてると思います。なるほど、ね、はい。なんかプレートの下にも薄いまたなんか白いプレートがなんか補強したなんはい。なんかプレートがここに薄く入ってて、なんかビンディングの下にも結構プレートで工夫されてるのかなっていう気がしますが、その辺のこうプレートの違いによって扱いやすさは変わりますか？そうですね。今、紹介していただいた KS の SA とかはツインキール構造って言ってですね、他はシェルトップとか、サンドイッチ系の作りがメインなんですけれども、はい、シェルトップって言われる作りで、あ、ごめんなさい。ツインキールですね。ごめんなさい。ツインキールっていう作りで、足元が非常にこうしっかりしている、ねじれに強いような、パターンになっております。はい。なので、合成がまあ強いと言いますか、まあ全体的に、しっかりしているなっていう印象がおそらく履いていただけるとわかると思います。はい。で、小笠原特有なんですけれども、シェルトップとかは、サンドイッチですか？は、はい、中でもしなやかさがすごく感じられるような印象が履いてもらえるとわかると思うんですね。なるほどですね。はい。なので、KSSA なんかは、どちらかというと曲がりやすいんですけれども、足元は特にこうしっかりしている印象が、わかると思います。はい。ああ、一般的にはかなり、この一台でそれぞれなんていうんですか、そのお客さんのレベルに合った、いかがチョイスしやすいようなものがラインナップされてるっていう感じでしょうかね。はい、そうですね。こうやって説明していって、僕たちは大体感覚論をね、説明させてもらうんですけれども、ちょっとわかりづらいとかいう方には、簡単にこう、レベルでお話しさせてもらうと、
大体技術戦選手、それからテククラ、それから級別、まあ1、2級とかですね、それからもっと初級者の方って分かれると思うんですが、あとまあ、指導員系を目指す方ですかね。はい。資格を目指す方ってあると思うんですが、先ほど、医師、私たちが履くようなものは、やっぱ基本的に全日本とか、うん、本当にこうハイスピードとか、はい、ハイパフォーマンスを向けた、まあそういうのに向けて作られているスキーなので、はい、非常にこう、うん、エキスパート向けだと思っています。はい、で、ケオズシリーズでも、はい、まあ硬い柔らかいですか。はい。あるんで、まあファーストトップモデルとして説明させてもらいますけれども、うん、トップモデルで言えば、1台でも十分テククラ、に挑戦していただけるようなスキーに仕上がってると思いますんで。だから。ケオズって言ったらね、やっぱりカービングの代名詞みたいなもんですからね。そうですよね。うん。なので、1級、本当にまあセカンドモデルまで入れれば2級から、クラウンぐらいまでサポートできるんじゃないかなっていう印象はあります。ああ、すごい。そしたらここでちょっと映像でも入れて、はい、ね、徳武さんにちょっと見てもらいましょうか。はい、この滑りにはこういったタイプの板がいいんじゃないかなっていう、ちょっと目安をね、説明していただきたいなと思います。はい。はい、今シーズンの、全体の小笠原スキーの傾向としましては、スキーのバランスが結構全体的に強くなりました。まあ、それに伴ってもちろん、プレートの方も改良をされまして非常にちょっと今最初に話したところと矛盾してしまうかもしれないんですけども、スキーは強くなり、プレートはむしろスキーのたわみ方に非常にマッチした、スキーのたわみを十分に活かせるようなものに改良されています。したがいまして、プレート本体だけで昨年今までのモデルのものと比べると硬い柔らかいっていう方はことは簡単にご説明は難しいんですけども、一応スキーと一体になってテストをもちろんされてますので、そういう意味ではスキーと新しいプレートと合わせてご利用いただくことは一番上のクラスについてはそういうふうに選んでいただくことをお勧めします。今シーズンの、ラインナップの中で主に技術戦等で、使う予定でありました。ちょっと残念ながら技術戦なくなってしまいましたけども、この TC シリーズというのが、1台1台個性が目的がはっきりしている、シリーズになります。で、今回ちょっと説明の中で、口頭で説明する形になってしまいますけども、現物は、今この場所になくて申し訳ないんですけども、 TC シリーズの LK、 これがロングです。で、MK が、サイドカーブはちょっと大きめ のタイプでありますけども、オールラウンドですね。この SK というのが、ショートになります。で、LK、MK、SK とも最初にちょっと全体の流れでお話ししました、スキーのたわみのバランスは今年強くなっています。で、プレートを選ぶことによって、トータル的には硬さの調整していただくようになりますので、そういう形で選べば、同じ LK の中でも少し柔らかめのものを選ぶという形もできますので、そういうようでプレートで、ちょっとコントロールをしていただければと思います。で、MK におきましても、プレートの種類は2種類選べるようになっています。ただ、この今年は金具のコンプリートモデルというのも用意してありまして、金具込みの、一つのセットで、選ぶこともできます。一番強いタイプになるとこの SR585 で、それより少し柔らかめになりますと FM585 で、さらに、優しくなるのがこのプレートと金具と一体型のコンプリートモデルという形になります。で、今年の LK も MK もスキーの全体の、サイドカーブはトップセンターテールともにわずかずつちょっと昨年のモデルに比べると細くなっています。で、より、ターン前半部の始動機の速いトライということが、より容易になっています。非常に速い時期に捉えて後半に非常にスムーズに下に落とせる、落としながら、スピードを落ちないように演技するという形が、可能になっています。で、SK もそういう
イメージはちょっとあの同じようなイメージになりますんで、 SK のにおきましては、ここに現物がありますけども、こちらのデザイン、サイドカーブにおいては昨年の、 あのモデルと数字的には同じですね。で違った点っていうのは、バランスを変えてあります。でそのバランスというのは最初にお話しました少し強くなってっていうバランスですね。でそれに伴って、この3機種ロングも、MK、SK、3機種ともですね、アーチベンドをわずかずつ落としてあります。これアーチベンドを落としてるっていうのはこの数年の傾向ではありますけども、今年もそういう傾向で、処理しております。でそれで目的というのはターンの前半部のトライが少しでも早く捉えるという目的もあります。でこの SK におきましては、ショート用のスキーではありながらも意外に乗ってみると、あの今ベンドがわずか落としてあるっていう前半部に捉えやすいっていう目的もあの性能も含めまして、後半のスキーの縦に落とすっていうことが ある程度しやすくなってますんで、そういう意味ではショートターンのみならずある程度ミドル大回り系、大きく回すこともゲレンデの中においては、可能です。ただサイドカーブきついので小さく回ってしまおうという傾向はもちろんありますので、その辺はこのクラスを使う方であれば十分技術的にもコントロールできると思いますので、そういう形で使っていただければと思います。だから、まとめますと、それぞれ個性がある中でみんなオールラウンドに使おうと思えば、使えるスキーが多いんで、ただしこのロング用のスキーにおいてはロング専用になります。このミドル、ショートにおいては、基本的にはオールラウンドに使おうと思えば使えます。続きましてケオズシリーズに移りたいと思います。ケオズシリーズにおいては、構造的には、大きく分けて2種類なんですけども、まず一つの種類は、後ほどお話ししますけども、シェルトップ構造、いわゆるサンドイッチ系の構造ですね。で今年変更になったのが、この SA、SD、SG の3機種の、ツインキール構造、この横から見ると分かりやすいんですけども、こういうキャップとサンドイッチの複合構造ですね、ツインキール構造のものが、今年変更になりました。でそれに加わりまして、今年サンドイッチ系の構造の、XX、 これが、ケオズシリーズの中に加わりました。構造的には最初大きく分けて2種類ってお話しましたけども、厳密にはこのサンドイッチ系、サンドイッチを混ぜると3種類になります。この機種につきましては、SA と、硬さ使う対象としては同等クラスになりますけども、サイドカーブ自体はこの XX の方は SA に比べるとちょっと緩いサイドカーブ、若干大きめのサイドカーブになります。で使う目的としてはオールラウンドに使えます。たださっきの、TC の MK とお話ししましたけども、 MK の機種の、サイドカーブ、それをちょっと全体的にスキーの幅を MK に比べるとわずかずつ広いです。トップ、センター、テールともに少しずつ広いです。そういう意味では、非常に状況を選ばない、結構いろんな状況の中で、幅の広さが安定性を生んでくれます、生み出しますので、いろいろなシチュエーションの中で非常に高いレベルの操作が可能です。主にこのスキーの使い方なんですけども、スキーのたわみを生かしたターンコントロール、深く踏み込んでターンマすることによってショートリズムも非常に演技がこなしやすくなりますし、逆にゆっくりとターンすることによってロングターンのロングターンにおいての表現は非常にスムーズに、できます。ターンの後半の抜けだとかスキーの全体的な走りにおいては非常にスムーズで、上級者に、ご満足いただけるような性能を持っています。で、この SA との違いになりますとよく聞かれますけども、この SA と XX については使う対象としては同等クラスになるんですけども、 SA の方がサイドカーブとしては少しきついです。サイドカーブとしては今までの RT というこのツインキール系の構造のものがあったんですけども、
その同等クラスのスキーに比べると少し SA の方が、若干あのサイドカーブも変更になってまして、トップの幅も今までのものよりもわずかです、 わずか 1.5 ミリなんですけど細くなってます。でセンターは変わらずで、テールの方が 0.5 ミリ広くなってます。その、 あの違いはありますけども、基本的に165で、R は 15.0 っていう、R については昨年と変わってないです。ただ変わった点はそのサイドカーブが、サイドカーブの数字がわずか変わったっていうところですね。で、構造的には特にバランスはあの先ほど一番最初に触れましたけども、このケオズシリーズ、この XX も含めてちょっと強めにあの出来上がっておりますけども、ただ、乗った時の操作感の難しさっていうのは特に問題ないですね。あの自分に合ったものを使っていただくことによって、その部分においては全く問題なく使えます。むしろ乗りやすくていいと思います。でこのSA におきましては、ちょっとサイドカーブの出し方が特殊なサイドカーブを使っておりまして、3つの円弧の複合円弧という採用あの方法をとっております。どういうことかというと、小さい円弧の円の部分とそれより少し大きい円と、さらに大きい円を3種類の円を複合して一つのサイドカーブを出しておりますのがこの SA という機種になります。でそれによって、このクラスを使うことによあの使う方々の、大回りやった時だと大回りを演技した時だったとか、小回りを演技した時のあらゆるターン弧においての非常に高いレベルの演技ができるというのがこのスキーの特徴ですね。ちょっとあの説明の中で付け加えておきますと、今、まだお話ししてないこのSD あるいは SG そういう機種の中にもトータル的にも、スキーの性能自体は乗りやすくて、軽いものになってますけども、それプラス軽くて乗りやすい割には、結構あの中に使われている芯材が少し長く、昨年のものに比べるとわずかずつ長くなってますので、そういう意味では使いやすくて軽い割には結構安定性は高まってますので、そこのところを一つご理解、いただいて使っていただけるとさらに楽しめると思います。で、この SD におきましては、この SA というモデルに対しましてメタルが入ってないタイプなんで、サイドカーブとしてもこの SA に比べるとわずかきついサイドカーブを採用しています。でこのサイドカーブのきつさは、オールラウンドとしてはさほど問題はなく使える、もちろんオールラウンドとして使っていただきたい機種なんで、全く問題なく使えるんですけども、あのなぜサイドカーブをきつくしてあるかというと、少ない力のたわみで体重をあまりかけられない、レベルの方においても、楽にスキーが自在に回ってくれる、性能を出すためのサイドカーブ として、使われています。でこれはさらに、SG におきましてもそういうサイドカーブになってますので、非常に操作はもう非常に楽に、スキーが回っていくようなサイドカーブになってます。続きましてユニティのご説明をさせていただきたいと思います。ユニティにおきましては、スキーのターミのバランスとしては非常にしなやかで、まろやかな、ターン弧のイメージが感じられる機種として、今までのモデルのにおきましてもご好評をいただいております。で今年 の, あのユニティ今度のユニティもその、進める対象としては特にあの変わりなく、いろんな方に乗っていただきたいスキーとして非常にあのマイルドな乗り味に仕上がっておりますけれども、先ほどちょっと簡単にお話しました今年の全体の流れとして、ユニティも例外なく、わずかですけどもスキー自体がしっかりしました。ただ今までのその目的進める対象としては、同じ対象に進めていただきたいので、そこの人たちプラスちょっとレベルの高い方で、スキーの切れ味も求める方に対しても、少しその対象としてわずか上のクラスの人も取り込めるようになったのが今年のユニティの特徴です。それとユニティの VS1 というのがメタルが入っているタイプですね。で VS2 というのがメタルが入っていないタイプです。
で、この、さらに VS3 っていうのがありますので、それも含めて、VS2 と VS3 においては、カラーオーダーが可能です。で、7月末までの、締め切りの中でオーダーをしていただきますと、このユニティの VS2 と VS3 においてはカラーオーダーが可能です。で、昨年のモデルと変わった点というのは、硬さは、若干強いんですけども、ただ、乗ってみても全くその強さを感じられない範囲の中なんで、乗りにくいっていう意味ではないです。ユニティ独特の乗りやすさっていうのはもちろんあります。で、ケオズシリーズ あのタイプについては、跳ね返りが非常に敏感な、反応が敏感なものに対して、このユニティはどっちかというと反応においては非常にまったりしているイメージですね。サイドカーブもあの若干緩めになってますんで、そういう意味でもまったりしてる。あとはあのスキーの全体の幅も、広くなってますんで、バランスが取りやすいっていうのはこのユニティの特徴です。スキーの幅の広い関係でいろんな状況の中で使えるっていう意味では、オールラウンドがケオズに対してユニティの場合でオールシチュエーションという言い方をしています。いろんな条件の中で使えるような性格性能になっています。このユニティにおいて あの楽しみ方というのは、雪の中の、新雪、悪雪、あるいは整地、そういうことも含めて、あの雪の、上のスポーツを十分に楽しんでいただきたいという目的で作られてますので、いろんな状況の中での対応能力が非常にいろんな広範囲において使えるような楽しいスキーになっています。そういう意味ではぜひ使ってみていただきたいスキーですね。ユニティにあのつきまして補足ですけども、エッジが変更になったっていうことをお伝えしておきます。今年においては、一本エッジ、スキーの特徴のターンのしなやかさの特徴は、スキー全体のバランスでしなやかさを出してるんですけども、変わった点はエッジの種類が若干変わりました。今までの、使われてたエッジの種類がネオフレックスエッジっていう刻みの入ったエッジをあのユニティの特徴とする構造だったんですけども、それが今年は一本エッジシームレスっていうものに変わりまして、そういう意味で先ほど全体にしなやかなのは変わらないんですけども、その上の層の切れ味を求める方に対しても対応できるようになったっていうことはそういう意味です。そういうことも含めてスキーのバランスも若干変わりました、変わったんですけども、非常にスキーの、ユニティのしなやかな特徴というのは引き継いでますので、その辺はご安心いただいて乗っていただきたいと思います。よろしくお願いします。